皆さんこんにちは。2024年9月29日、カナダのモントリオールで行われましたプレジデンツカップ最終日。日本が誇るゴルファー松山英樹選手が世界を驚かせる大金星を挙げました。この日、松山選手は世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー選手を相手に、まさに奇跡とも呼べる逆転劇を演じたのです。プレジデンツカップは2年に一度開催される男子ゴルフの団体対抗戦です。米国選抜と欧州を除く世界選抜が激突する、まさにゴルフ界の頂上決戦と言えるでしょう。1994年に始まったこの大会は、ライダーカップと並ぶ国際ゴルフ競技として世界中のゴルフファンの注目を集めてます。今大会の舞台となりましたのは、カナダ・モントリオールのロイヤル・モントリオールゴルフクラブです。1873年に設立された北米最古のゴルフクラブの一つで、その歴史ある美しいコースが今回の激戦の舞台となりました。緑豊かなフェアウェイと美しいグリーンが広がるこのコースで、松山選手は自身の底力を見せつけることになりました。大会全体の結果を見てみると、最終スコアは米国選抜 18.5 対世界選抜 11.5 となりました。残念ながら世界選抜チームは10大会連続の敗北を喫することになりました。米国選抜の圧倒的な強さを物語る結果ですが、その中で松山選手は輝かしい勝利を収めました。最終日、松山選手に待ち受けていたのは、現在の世界ランキング1位スコッティ・シェフラー選手との一騎打ちでございました。シェフラー選手は今シーズン7勝を挙げ、さらにはパリオリンピックでも金メダルを獲得されるなど、まさにゴルフ界を席巻する王者。対する松山選手は世界ランク7位、実力差は歴然としているように見えました。スタートから両者一歩も譲らない接戦が続きます。1番ホール、シェフラー選手がチップインバーディを決められ先制。これだけでも10分に驚くべきショットでしたが、松山選手も動じませんでした。7番、8番と連続バーディを奪い、見事逆転に成功します。松山選手は後にショットに関しては、今日はいつぶりかというぐらい良かったと振り返っていらっしゃいます。その言葉通り、特にアイアンショットの精度は抜群でした。ピンに寄せる絶妙なコントロールに、ギャラリーからは何度も歓声が上がりました。後半戦に入り、一時は逆転を許す場面もございました。13番ホールでシェフラー選手にリードを奪われ、松山選手の表情にも若干の焦りが見えました。しかしここで彼は進化を発揮されます。16番で同点に追いつき、17番パー3で再びリードを奪取。ここぞという場面での集中力と精神力は、まさに世界トップクラスのものでした。そして迎えました最終18番ホール、1メートルほどのパーパットが勝負の鍵を握ることになります。グリーン上に立つ松山選手の表情に緊張の色が見えます。後に彼はこう語っています。本当に最後のパットはね、死ぬほど手が震えて緊張しましたけど、プロフェッショナルとはいえ、こういった極限の状況下では誰しも緊張するものです。しかし真のチャンピオンはその緊張を乗り越えて結果を出します。松山選手の震える手で放たれたパットは見事カップイン。松山選手、スコッティ・シェフラー選手に1アップで勝利を収めました。瞬間、会場は大きな歓声に包まれました。松山選手は両手を挙げてガッツポーズ。普段は感情を表に出されない彼ですが、この瞬間ばかりは喜びを隠せなかったようでゴス。興奮冷めやらぬ松山選手は試合後にこう語りました。昨日が終わった時点では、もう本当にゴルフをやめたいぐらいすごく嫌な気持ちになっていたのですけど、切り替えて今日スタートする時にはもう絶対勝ってやるという気持ちでやっていました。この言葉からも松山選手がいかに今大会にかける思いが強かったかがうかがえます。3日目までのダブルス戦で1勝3敗と苦戦を強いられていた松山選手、チーム最上位の世界ランク7位として選出されたエースとしての責任を感じていたからこそ、この勝利の喜びはひとしおだったのでしょう。世界ランク1位で今年7勝を挙げ、さらにはパリオリンピックでも金メダルを獲得したシェフラー選手、その王者を打ち破った松山選手の勝利は日本のゴルフ界にとって大きな励みとなるはずです。松山選手は2021年、日本人初のマスターズ優勝を果たされ、
日本ゴルフ界に新たな歴史を刻まれました。その後も安定したプレーを続けていますが、世界ランキングでは一時の4位から7位に後退しました。しかし今回の勝利で彼が世界のトップと互角以上に戦える実力を持っていることを改めて世界に知らしめた形となりました。さて、今大会で話題となったのが松山選手の珍しい一面です。通常クールな印象の強い松山選手、しかし2日目の8番ホールでのプレーで彼は思わぬ感情を表に出しました。5メートルほどのバーディーパットを決められた瞬間、松山選手は右拳を突き上げ力強いガッツポーズ。さらにパートナーのイムソンジェ選手とハイタッチを交わし、観客を煽るように両手を上げる仕草まで見せました。この珍しい光景に SNS は大いに盛り上がりました。こんな松山英樹選手見たことない、熱い、こんなに熱くなる松山プロは滅多に見れないですね、など日本のファンからも驚きの声が相次ぎました。普段は感情を表に出されない松山選手ですが、この大会にかける思いの強さが思わず表情や仕草に現れたのかもしれません。それだけに最終日の勝利の瞬間の喜びもひとしおだったことでしょう。また世界ゴルフランキングが29日に更新され、日本選手に顕著な動きがありました。バンテリン東海クラシックで優勝した羽田地貴博が75ランクアップし、195位でキャリア最高位を記録しました。同大会で2位となった金谷拓実は150位に、5位の平田憲聖は102位にそれぞれ上昇しました。欧州ツアーではスペインオープンで初優勝を果たしたアンヘル・ギダルゴが162くらいに大きく躍進し、2位のジョン・ラームも13位に上がりました。リブゴルフ所属のラームにとってこれは今年5回目のランキングポイント対象試合でした。プレジデンツカップはランキングポイントの対象外だったため、トップ10に変動はなく、松山英樹も7位を維持しています。その他、星野陸也が118位に3ランクアップし、トミー・フリートウッドが11位に上昇しました。このように各地の大会結果がランキングに反映され、特に優勝や上位入賞を果たした選手たちが大きく順位を上げる結果となりました。松山選手の活躍は日本のゴルフ界に大きな希望をもたらしました。世界ランク1位を打ち破るほどの実力、そして時に感情を爆発させるほどの情熱、これからの松山選手の活躍にますます目が離せません。今回の勝利は松山選手個人にとっても大きな意味を持つことでしょう。世界ランク1位の選手を倒したという自信は今後の試合でも大きな武器となるはずです。またチームプレーでの活躍は来年のライダーカップでの選出にも良い影響を与えるかもしれません。松山選手は今回の勝利について、一つ勝ちを得ることができてよかったと控えめに語っています。しかしその言葉の裏には、世界のトッププレーヤーとしてさらなる高みを目指す決意が感じられます。以上、プレジデンツカップ2024松山英樹選手の活躍をお伝えしました。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。